私が紡いだ儚い言葉の数々、じっくりと堪能しておくれ。こういう時はとりあえずイエスと返事したらいいんです。とりあえず闇の力がやばいことは分かった。私の気持ちどうしてもかすみに伝えたいんだ。言葉じゃなくて気持ちが。